はい、いただきます。いやー、どうも皆さんお久しぶりです。久しぶり、多分1週間ぶりぐらい、ちょっと1週間動画更新サボってしまいましたがまあお久しぶりですね。いや、もう正直に言いましてちょっと忙しかったんですね、1週間、この1週間は本当にいや、嬉しいことなんですよ。どれぐらいぶりだ、本当2月も忙しかったんで、結構忙しかったね、2月ね。で、2月本当緊急事態とか出てからずっと言ってそんなに忙しくない毎日が続いて、今週になって急に、今週はもう実は今日これ撮ってるの金曜日なんですけど、満席、昨日も満席、その前も満席で、明日も満席なんですよ。そういう1週間でありまして、ちょっとまあその他にもいろいろと前の動画でも話したようにいろんな商品開発とか、ちょっと手を広げて会社の立て直しをやってたので、まあ、そういう仕事もこう並走して、朝から晩までいろんなことをやらなきゃいけないのが1週間ちょっと今続いてるんで、全然、動画を撮る余裕もなかったですし、まあ、あとどうしてもね YouTube 見てる皆さんには申し訳ないけども、まず一番優先にしてるのはこうお店にいらっしゃるお客様を第一優先でっていうのがまず考えてやってるので、ちょっと今動画を上げることが今週はできませんでした。すいませんでした。すいませんで、今日は本当はともみもね一緒に仕事をして、今日、仕事とともみも用事があって、そうです、疲れて帰っちゃいました、疲れてじゃない用事があって、書いちゃいましたけど、今日はレンカちゃんね、今日のまかないは甘エビのスープだったりキッシュだったりというのでやってます。いやいや、で、あと今日久しぶりにね、いや、そうなんですよ。実は今日これは本当に久しぶりで、団体様のご予約もありました。ありがとうございます。いや、忘れてました。もうちょっとねパニックに陥ったよね、僕たちね、どうやったらいいんだみたいになっちゃって。まあ団体さんでもやっぱりこういうね、いろんなそれぞれ皆さんの考え方があって、大皿盛り、通常はうちパーティー料理10名を超えるようなパーティーの場合は大皿盛りでっていうのが主体だったんですけども、まあ一人一皿ずつという本当にコース料理、最後の晩餐みたいなバーっとすごかった、ちゃんとやりますさっていう感じで、まあでも、結構さ、でも今日職場の人たち、結構そのね、じゃあもうみんなで食事に行こうかって多分決めた、まあ、トップの人が決めるんでしょうね、下っ端は決めないよね、そんなね、上の人が決めるともね、結構、まあ、勇気だとは思うよね。そうですよ、このね、やっぱ仲あったら責任取らなきゃいけないし、いやでも本当ありがたいというか、僕たちはな、まあ、賛否があると思うんだよね、いっぱいそういうのね、まだ早いんじゃないかとか、まあでも僕たちは飲食店の人間なんで、まあ、当然本当に感謝して、賛成派にいなきゃいけないですね、本当に感謝。いや、今日泣きそうだったの、あの状況を見て、なんかうるってきました。そうだよねあ、そうか、飲食店でこういう雰囲気だったかみたいなね、本当にありがとうございます。そう、まあなんかそういうやっぱね、上の人がよし行ってみようかって言わないとなかなか難しくない、なんかそういう下の人は言えないな。そういえばなんかテレビかなんかでやってたけど、どこだっけな、高知県かどっかの、高知、ちょっと今調べる、高知県かどっかの知事を代表に、知事がその財界の人が100人ぐらいの宴会をやったんだね。まあそれも分かれるでしょうね。だからそれもだから、でもそれもいや賛否はあるんだよ。俺この間リーダーの話したんだよ、誰との時にしたんだっけ、リーダーとはっていう配信、前回の動画で何したの、ほもちゃん、その時にその非難されるリーダーの役目っていうのは非常事態、いつもとは平時ではない時にこうするべきだっていう判断、その誰かに判断を委ねるんじゃなくて、自分の責任で自分が判断してこうやっていきますっていうのを、非難される判断をするのがリーダーの役目だっていう話をちょうど先週にしたんだよね、で今度多分高知県だと思う、NHK 検索してみよう。この知事がどんな人か全然知らんけど、ああほら、高知県マスクせず100人が盛大に宴会、新しい高知県がもう、いやこういうのが必要なんですよ。知事らが大量こう、手本を示す、うん、いやだからこれがそうそう責任を持って何かあった時は当然この人は自分がやるって決めたんだっていうし、うん、で当然いやこの政治家なので、うん、非難はされるわけじゃん。もしかしたら次の選挙でこの人は痛手を負うかもしれないけど、でも何かしらのこう良くも悪くも判断をして、うん、十字架を背負って方向性を示すっていうのがやっぱりこれは、うんうん、結果どうなるか分かんないけどね、でもリーダーとしてはそういうのがあるべき姿だなというふうには思います。いやそうだね。だって経営者とか政治家の仕事なんだよ、それが。政治家とか経営者の仕事ってどっちに転ぶか分からないものを、うん、こっちの方が多分正解だって言って進めていくのが政治家とか、うん、経営者の仕事なんだよ。当然それには反対意見もあるし、当然人にも嫌われるの、うん、それはもう経営者とか、政治家の仕事、それをやらないと進まない。リーダーだとちょっと困るんだよね、みんなで決めてくださいねみたいな、どうしていくどっちに行ったらいいか分かんないんで、とりあえずみんなで、現状維持っていうのは一番リーダーとしては、うん、いやそんなこと言われたらどうしたらいいか分かんないよって、結局リーダー以外のところで仲違いが起きちゃうんだよね、うん、一般市民たちでこうお互い喧嘩し始めちゃう。でもリーダーがこうだって言ってくれたら、仮にそれが間違ってたら悪いのはリーダーだって言えるんで、リーダーだけが悪い悪役をこうなれるわけです。でそれ以外の部分はある程度こうちゃんと交流していけるので、そういう良くも悪くも、うん、ちゃんと判断を示せるリーダーなんじゃないのっていうのふうな、今日はそういう話です。で僕はいつも人任せなリーダーだけど、いやそんなことないいやでもね、なんかね今回のさ、このコロナ騒ぎから、まあ、いろんなニュースとか、まあ、政府としてこう憲法の○○の部分をいじりましょうとかっていうのも気になるようになっちゃったよね。まあ気にならないかも俺はなんかやっぱ自由、日本の俺唯一いいところって、まあ、結構自由なところだと思ってたからね。まあ確かに、だって今回も法律で家から出るなんてはしなかったし、海外はもう完全に罰則付きだから、他の国だったらお前ら解放先持っていくぞみたいに言われても、そっか、うん、そういうのはないわ。考えたら日本、だからそこはいいとこだったのにけど、なんか今のこの世論だと、世論なのかメディアの報道の仕方なのかわかんないけど、なんかちょっと怪しい方、怖い方にいそうなっていうのもちょっと感じてて、自由がいいよ、うん、飲食店に行ってご飯を食べるのか、それとも、まだ怖いから家で静かにしてるのか、個人の自由であってほしい、それぞれの個人がちゃんと大人の判断をして、個人の責任で、判断できるような国民性じゃん。多分地球上でいろんな国の中で結構唯一だと思うよ。そこが日本人のいいところじゃない、でも人の目が気になっちゃう、それをなんか法律で縛ったりとかしちゃうとさ、楽しくない、なんかいいところをかき消されたみたいな、だからなんか僕はなんか急にちゃんとそういうのが気になるようになっちゃいます。自由が阻害されるので、これ本当やだ、ずっと言ってますね、本当やだ、自由を愛する人だけっていう話でした。いや本当にね、何の話だかんない、ちょっと疲れてんだよ僕ら、今日久しぶりにね、エナジードリンクも飲んだしね、いやいや本当に、まあ、まだまだねどうなるかわかんないですけども、でも今週は本当に感謝の1週間でした、まあ、今日はちょっとこんな動画ですけども、また、来月結構我々のイベントというか得意の観光地をこう紹介するイベントなども計画が今のところ来月はもう確定してるのが2回、あるので、また楽しい動画も作っていきたいと思います。はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。4年生の花咲でした。あ、蓮華でした。ちょっとその打ち合わせなかった。やるしかない、乗り越えるしかない、乗り越えるしかないです。食べるしかない。